種子島空港。はい、ブラスが着いたっていうことでブラスを迎えに行きたいと思います。なんでそんな人多いもんって勝つし、ありちゃんあれやね、意外とこうやって GoPro でこうやって撮るけど意外と下手やから、なんかすごい偉そうだな。そりゃそうよ、こっちもこんなに意外と下手よって、別に下手下手じゃないし、ザババンみたいなのがいっぱいね、サトウキビ畑みたいな、あれサトウキビか知らんけど。え、これ何、この状態でいいってこと、それともこれ上まで上げた方がいいってこと。いや、このままでいいです。エロエロいほら、こっち見、あらピュー、はい、なんかさ、これ何なん、ちゃんと取ってよバカ野郎、取ってん、取れなくあるで、あんたが着替えてるとこ取れ、取れよてめえこの野郎、ちゃんと取れ、お前父とか出さんと取れ高にならへんねん、だから父出さねえよ、父出したりなんか分からん、バカじゃねえの、とりあえず、うわ蝶々が来た蝶々にビビりすぎだろ、もうアルちゃんのなんかムカデの写真にめっちゃ怯えてるからな。いや、ここで何してるかというと、はい、なんかカヤックの乗り場が見えるあそこ、あそこにあんのよ、だからあそこに向かえと指示があったため今向かっております。それいらなくない、鼻つつきやん今、もうめっちゃ綺麗、なんかここのこのな、なんかなんかわかんない、マングローブやって、俺マングローブって3つしか知らんかったからさ、なんか3つ以外のマングローブを初めて見ました。いやー、もう見てこの大自然の、我々が東京で空気吸うことがない空気似合ってるなんで、あれちゃん、なんかそのライフジャケットといい、なんといい、ほんま、なんかスウェーデンとかの外国人って感じ、なんかそういう服着るよな、 What? みたいな、うん、困った感じ出さないで、 What? とは言わんやろうけど、見て、どこまでこれ流れるんやろう、こちらで、でも緩やかな流れの川に来ました。でも海まで続いてるから海まで行くらしい、それでは行ってみたいと思います。行く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 、あー、楽しい、もう楽しい、楽しんでください、ちょっと待ってよ、勝手に漕がないでよどこに向かってるの、全然行けた海沿いなんで、干潮満潮、干潮、はい、干潮、態度、態度、わかります、干潮じゃねえよ、もうそっちじゃねえよ今は満潮、そうそうそう、もしもネタ好きなんですこの子、満潮、満潮じゃねえよ満潮、沈潮、やめろやめなさい、なんかすげえ楽しんでんな、めっちゃ気持ちいい、おしっこしたなるな、このやめてよ、おしっこはしないで、今中庭が一人で漕いでおります、なんかガイドさんがやたら褒めるという技を使って、はい、そうですですです、だいたい褒めとけば問題ないそうや、だいたい褒めときゃ問題ないの、これがな、マングローブやんねんって、で、あれがサップ、そう、3つで覚えてまうねん、すごい、ディズニーランドのあのジャングルクルーズなんかディズニーランド好きだなユニバ早くね、私もユニバ好き、やっぱユニバのいいとこはさ、お金でさ、時間が買えるとこやねん、もう最低、すぐまた金の話する、あっちまで漕がないといけないのね、
どうブラス？疲れたね。さっきから一切顔色変えてないよな。その顔色でずっと漕いでるよね、無言で。ここだから気をつけ、めっちゃ痛いやつ。今はな、まだな、なんかフェロモンじゃないわ、なんていうの、なんちゃらホルモンでな、痛みを感じる。フェロモン、後で夜になったらめっちゃ痛いやつやで、これ。絆創膏買うわ。絆創膏買うそうです。あそこまで頑張ってこいできます。見て、もうあそこもうパイレーツ・オブ・カリビアンやで、こんな。タタタンタンタタタンタンタタタンタンタタタタタンタンタタタン。今のジャック・スパロウのまでやったんだけど、違う。力みなぎりすぎだろ。何何、そう、お今の気持ちは濡れた。もう見て、こんな恋愛ドラマの最終回やで、これ。虚しい空気感。いやでもその虚しい、恋人が死んだって言って、いやでも虚しい感じじゃないで、めっちゃなんか違うね、撮り方やね。恋人が死んだ演技するから、演技であんま近づいてこんとって。ほら、いけいけ、バランスバランス、ほらちゃんとバランス、あ早いわ。全然取れない。おー、右、あ、右、まっすぐ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 、あった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 。うわー、ボード捕まえてー。ち見て、あ、ぶつかる。着きました。ありがとうございます。終わりでございます。今日は楽しい3時間ありがとうございます。取り合い、イエーイ。GoPro 対 GoPro の争い。すごい楽しそうなやつ。お疲れ様でした。また種子島で会いましょう。見てください、鹿児島の地鶏のね、里ってとこにめっちゃ美味しかったねんけど、見てしっこして戻ってきた中庭アレクサンドラ、めっちゃ美味しかったな。めっちゃ美味しかった、地鶏って。感想言ってちゃんとね。ジャパンイモーション地鶏は、そうですね、やっぱりお肉が筋肉質で、とっても噛むと噛み応えがあって、甘みの成分がたっぷりと染み込んでいるような。長いわ長い、もうやめろお前、ふざけんなもう。まあそんなこんなでとっても美味しかった顔してますか、外して。ああ嫌がこれな、これやると怒られるで、なんか結構アレちゃんが嫌がってんのに、まあ、アップするのやめって言われるで、コメントで。あ、ほんま、あ、よかった。じゃあ福島神宮にやってきました。よかった。そんなこと言ってんじゃねえよ。いや、任そうと思って。見て、これなんかコロナ対策なんだって。
ええー、な。ええー、感じや。うん、すごいな、これ。こんなの人おんの。やばくない。すごない、これ。これいいやん、これいいやん。うん、悩める乙女は恋みくじで行く。私は昆布。昆布。この男の子のにしよう。お？あ、中吉いいってことやんな。中吉なん？おいやん。恋の歌。何？何で書いてんの？何で笑ってんの？なん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 ？もっと積極的に進んで恋愛を。当たってんじゃねえかよ。もっとそうすれば愛をつなぎ止めることそういうことですわ、私が言ってたことをそのまま書かれてんじゃねえかよ。そうやね、積極性が足らへんね。好きな人がおってもな、なんかどうせ私のことなんてとか思ってうまくやらへんね。はい、おっぱっぴー、かわいくない。あ、すごい、見て、あそこ何、そんなん見たら分からん、展望台やん。面白くねえやつだな。絶対さ、何って思ってないやろ。あ、展望台だって思いながら言ってる。なほどないよ。そんなんいらんねん、こっちは。なほどないっすよ。ほら見、山や。あ、なんかすごい川の音がするね。あー、綺麗だね。あの、昨日もな、種ヶ島でご飯とか食べに行ったけどさ、なんかいつもテレビ見てますとか YouTube 見てます。あ、ちょっとびっくりした。みんな見てたね。めっちゃ嬉しかったし、お店の店員さんもいつも見てますって言いながら出してくれて、うん、でもなんかやっぱ本音ではやっぱなんかコロナのせいでなんかまだ種ヶ島とかコロナが出てへんって一人。あーね、そうだからなんかでも第1号になるのは怖いんですよねみたいな、せめてどこかで出てくれたらってボソッと言ってて。まあそうよなって思いながらも、一応なんかカメラでね回してる時はちょっと待ってたんですけど、ほんまなるべく近寄らんようにしながらマスクしながらって感じやった今回は。まあ自分がバイキンみたいに思って行動して、行動した。まあただなんかまあ前から決まってたあれやし、まあすごい楽しかったし、まあなんか早くなったコロナみたいな。どこ見て喋っていいんだよ。明日の方向やんか。明日の方向やん。あっち太陽やから。カメラここやで。まあそんな感じですっごい楽しい旅行となりました。また行こう、はい、また次はどっか違うところに。そうやな、ほなまたお疲れさせによりさん。バイキンマン。